こんにちは、ご飯でご飯です。今日は、つるっとさっぱり冷やし中華、セール実施中30円引き、はい、これ後半食べてみたいと思います。やっと春めいて桜がようやく咲き始めたという山中湖で、後半まだちょっと風が冷たいんですけど、この冷やし中華食べてみたいと思います。こんなんでいけるのかな、本当に。やっぱり外で食べるとね、何でも美味しい感じるかな。もともと冷やし中華好きなんですけど。ああ、いい天気です。ちなみにここは、山中湖の旭ヶ丘にあります湖畔緑地公園の、いくつも結構距離長いんですけどね、いくつもある東江の一つです。何気にランチをこういうとこで食べれるというのが山中湖の良さかなと。YouTube 動画で結構おじさんが一人で食べてるだけでアクセスというかね、再生回数が多いので、ちょっと真似てみました。こちらはある道のりがあるので、こういうロケーションのいいところでご飯が食べれます。湖畔でご飯とか言いながらいきなり冷やし中華買いみたいな、あら、かさしの塊が入った。おこういうとこならこう一人で黙々と食べててもなかなか気持ち的にはいいので、周り見ると結構ベンチとか自分でキャンプ用のチェアとかね、持ってきてくつろいでる人がちらほらいます。これからだんだん暖かくなってくるので、そういうお客さんも増えてくるかなっていう感じですね。山中湖、春がすみと言ってもいいのかな、なんかこう冬のようなこうクリアさはないんですが、こう春のどよーんともやーんとしたこういい感じの今日は晴れです。
俺はあの旭ヶ丘の T 字路交差点のとこなので結構車の往来が多いんですが、でもこう鳥の声とかね、あの今ちょっと飛行機の音も入ってますけど、飛行機とかね、時々ヘリコプターとか大砲の音とかいろいろ聞こえるのが山中湖の特徴でございまして、環境教育というか自然体験にネイチャーゲームというのが 今名前変わったのかな、シェアリングネイチャーウィズチルドレンみたいなのがあって、その中にあの音いくつっていうアクティビティがあって、自然の中でこう耳を澄まして聞こえる音の数を数えるっていうのがあるんですけど、そういう意味で言って山中湖は自然の音だけではなく、まあ、人工の音とかもねたくさん、うお来た、今もちろん音が入ったかもしれないんですが、ちょうど今あの米軍の海兵隊が来て、実弾演習をやっている最中です。山中湖は本当に自然に恵まれて、ちょうど標高 1000m なんですけど、まあ、自然の音、人工の音、だから防衛の音、いろんな音が聞こえて結構楽しいです。あの車も乗用車だけじゃなくて、バスとかトラックとか、うん、あ、おいしかった、ごちそうさま。というわけで、完食でした。後半でご飯がウケるかどうかわかんないんですが、こんな動画も上げてみたいと思います。ではまた。